ばんは。こんばんは。そうです、今日は黄色を着てます。マスクすごい、このかっこいいのか、このマスクは。これはね、ファンの方がくれた。もう横から見るとすごいよ、これ。鼻すごい高いから、横顔がなんかもうすごい人みたいになっちゃう。でもこれ、その鼻が高い分さ、このマスクの中の空間が確保されるからすごい気楽なの。そうだから、激しいダンスをやったり、メイクも崩れないから天狗みたい。真正面からだとそんなでもないけど、横から見るとね、これすごいでしょちょっと恥ずかしい。そう、空気吸いです。いただきました、これは。そう、なぜそのね、動くことに特化したマスクを選んだのかと言いますと、今日はこれからすごい宣伝みたいになってるけど、これからあのフルサイズのねダンスレッスンがあります。それがね、 TikTok で配信されるらしいよ。公開フリーレ、久々だね。あ、フリーレ自体は行ったことないか。なんかリハーサルを配信というか公開するみたいな、配信ではなかったけど、それはね、なんかエイトもね、初期の時やってた。新潟の時かな、新潟にあのイベントで行った時はやってたんだよね。そう、いかついのこのマスク。だいぶなんかラブリーな、可愛い色が可愛いからいいなと思ってたんだけど、いかち目。何時間くらい配信する、わかんないんだよ。だから出来を見てどうなんだろう。でも今まで、あ、でも、あ、わかんないな。1時間はでも確実にやるんじゃないかな。線が多い。あー、これね、確かに何の線なんだろう、これ。このあれが最後まで踊り、いやー、でもやったはやったんじゃない、一回フリーで。途中のところはまあいいのかも、わかん、いいのかもしれないけど、あ、でもこれネタバレになるから、ちょっとそれはもう今からやる配信をでね、それを見てもらって。配信されるの緊張したりする。いやー、全然。だってここで今ね配信やってるぐらいだしね、私ね。そんなに、いや、緊張はしない。ただなんか体力持つかなっていうなんかシンプルな心配はあるけどどうなりますかね。振り入れって何？ダンスで、まだあのダンス曲があって、ダンスがまだ先生につけてもらってないところを先生に教えてもらってダンスを踊ると言いますか確かにさ、踊りのこと振りってなんかなかなか言わないかもしれないね。ダンスを先生に教えて、まあレッスンだよね、振り入れって言っても。ダンスレッスンを今から皆さんにお見せしながら。そう、自分で振り考えないの？なんか自分の歌割りのところで自由にあの好きな振りで表現していいっていう曲もあったり、なんだろう、曲とかあったら自分で考えられたりするんだけど、でも今回は私たちがあの挑戦したことのない、今はやってるけど、やったことないロックダンスをやってるから、それは全部先生に、そうそうそう、
やってもらっている。いや、このマスクが気になるんだね。すごい、すごいマスクってみんな感動してる。これまだいっぱいあるから楽ちん。お久しぶり。あ、お久しぶりなのかな。夕飯しっかり食べ、食べたーね、お腹いっぱい。あ、いて踊れるかな。ご飯いっぱい食べちゃった。私は一番乗り、いや一番乗りではない。あのティフに出る子たちとかはそれのレッスンで朝から頑張ってたりしてるから、私はだいぶ遅めにここに来ましたね。あ、この間のサイン会のジャケット今日届きましただって。あー、よかった、早かったね。いつものサイン会めっちゃ後に届くのに。まさか今配信する人がいるとは分かる。そうよね。今からね TikTok でやるというのに。もっと遅めに来ればよかったんだけど、ご飯食べてきたらなんか意外と時間があって、時間あるなと思ってやってみた。正解、パスタ食べた。あ、てか私昨日さメールでさおにぎり食べたって言ったけどさ、何のおにぎり食べたか言ってなかった。一つは2つ買ったの。朝も2つ食べたんだけど、そうテイクアウトでも2つ買って、1つはイクラと鮭が入ってて、なんかそれが混ぜ合わさったみたいな、混ざってるアニキを1つ買って、あー正解。そう、もう1つは牛タン、絶対牛タン買うの。牛タンとさ、そのちょっと辛めのなんか味噌が入ってるじゃない、あれ分かんない、知ってる人いるかな。そう、牛タンがちょっとだけ入ってるおにぎりがあって、それをね買った。当たった。おお、何のご褒美もありませんが、おめでとうございます。すごいね、親子おにぎり。ああそっか、いくらとしたっけ。ああそっか、気づかなかった、確かに。前のメールあさって、すごいガチじゃん。すごいガチで答えてくれるじゃん。確かに前のメールでも何かで、でもすごい前じゃないそれって。なかなか行かないもん、あそこのおにぎり屋さんね。え、美味しいよね。分かった、私がどこのおにぎり屋さん行ったかバレちゃった。秘密ね、お気に入りだからあんまりみんなに知られたくないの。この時間食べ物のお話するとなんか食べなよ、もう食べていい時間じゃない。極秘で。月岩が食べてない、食べたことあるかな私。あまり季節物の私行かないんだよね。ポテトとかあんまバーガーをセットで頼むことあんまりないかも。16時間断食してます。なんで？なんでしてるの？健康のためかな。食べなよ。食べちゃいなよ。悪魔。ウォーキングしてきた。ウォーキングテッドに見えた。ウォーキングしてきた。私の最近の悩み事聞いてもらってもいい？
なんかね、インスタグラムとかってさ、お気に、あ、自分のタイム、自分がフォローした人のが流れてくるタイムラインと自分のホームと、なんかいろいろさ、下にここぐらい項目があるじゃない。でその中のおすすめの動画がとか写真がさ、なんかブワーってなんか流れてる、なんかそういうさ、あれあるじゃない。なんかそこにさ、いいねとかした覚えないのにさ、最近さ、すごくさ、グロい感じのなんか海外のなんだ、映画とかゾンビとか、なんか口からなんか長いのが出てきて、それで人を襲うみたいな、なんかそういう変なって言ったらあれかもしれないけど、私は見たいと思ってないのにそういうのがすごくわーって出てくるようになっちゃって、なんでなんだろう。最近すごいそれが流行ってるからなのかな。エイリアンは見たことあるから大丈夫。じゃあ広告じゃない、広告じゃないの。いいねしてないんだよ私。なんかわーと思ったのはサメの怪物、サメ、顔はサメなんだけど歩いてるみたいなあれは何だろう。映画、海外のやつ、みんな見たことあるかな。いや検索したことない。おすすめしてくる。今までなんか可愛い女の子の画像とかカフェのなんかとか、そういうものが今までこうある、なんか可愛い感じのおすすめ一覧だったのにすごいそういう感じのが最近出てきて困ってるの。アベンジャーズ系なんか詳しくないけど、多分そういう感じのやつだと思う。スーサイドスクワットのキャラクターなのかな。サメとタコが合体した映画かな。うん、なんかタコっていう感じじゃなかった。なんだろうあれ。だからもしかしたらなんかもっと自分が意識して綺麗な動画とかそういうの見たら、そういうので、あ、この人こういうのに興味があるんだって思われて、そういうのが表示されるようになるかなと思って、最近は自分が好きなのもあるけど、スイスの綺麗なあの景色とかを動画で撮ってくれてる人がいるから、そういう人の動画をたくさん見るようにしてる。何だったんだろうあれ。なんか宣伝とかね、そういう感じのやつじゃない。ああそうなんだ。スイスのやつよく出てくるよ。ほんと一緒なのかな。世界旅行関連のおすすめ、あ、みんなも一緒。そしたらスイス行きたくなっちゃった。めちゃめちゃ綺麗あそこ、見たい。ちなみに今何分ですか。あ、もう行こう。じゃあ私今から頑張ってきます。ストレッチする、姿勢が悪い。なしなしなしって聞こえてくる。うおー、レッスン室から音が聞こえる頭の中じゃない、普通に隣のレッスン室から音が聞こえる。始まる根も葉もルーマーの音が聞こえてくる。行ってきます、頑張ってきます。ちょっと本当にストレッチしないとできないのでね。行きます。
切るよ。頑張っていきます。じゃあ TikTok でお会いしましょう。そんな喋らないと思うけど、バイバーイ。